皆さんこんにちは。アマモバからやってきましたアマモンです。緑色のムックではありません。私はなんでこんな格好でここに立ってるのかもよくわかんないんですけれども、今日は若さに作られる竜の柱の問題っていうので、私も興味を持ってやってきました。先ほどまで草の中に隠れてたんですけれども、ちょっと湧いてきて、ちょっといろいろと訴えていこうかなと思います。で、今日の集まりっていうのは、若さにできる彫刻の竜の柱がどうも中国に発注されてっていう話なんですよ。で、今私はこの工事関係のものっていうのをちょっと細かく見てみようじゃないかということで、いろいろ資料を調べてみました。で、この竜の柱っていうのはどうやって作られたのか、まず平成25年の12月の那覇市議会で竜の柱を作るっていう計画が上がったらしいです。で、平成25年の7月に、地元の自治会に説明したらしいんですけれども、説明したほとんど話を聞いたっていう人がいないと。那覇市民の方でも知ってる人はいないっていう状態で、竜の柱が作られようとしてます。で、この竜の柱っていうのは何なんだろうっていうことですけれども、先ほども説明があったんですけれども、中国の皇帝のシンボルが竜の柱であって、四本爪の 竜の柱っていうのはどうもその属国を示すっていうことらしいです。で、このデザインとかですね、もちろん何か、中国との友好でシンボルを作りましょうっていうのは、私はそれが本当に友好っていう形でだったら作るのはやり方はあるとは思うんですよ。絶対に反対とは言わないですけれども、ちょっと中身の進め方に疑問が大ありなんですね。まず一つ、デザインの決定とか急ぎすぎじゃないですか。なんで竜の柱なんでしょうね。港の入り口、観光客を入ってくる入り口にシーサー作ればいいじゃないですか。大きいシーサーでも作ってます。シーサーでもいいじゃないですか。なんならアマモンの銅像でも建てますか。それはないですね。鳥居とかでもいいじゃないですか。で、竜の柱を建てると。で、その竜の柱をデザインを作るっていうのに中でこそこそやってるんですね。で、このデザインを決めるのはどうやって決めたかっていうと、この竜の柱を設計するっていう業務を発注しています。那覇市がですね、発注しています。設計業務の中で、外部有識者委員会っていうのを開いてます。全て匿名の委員会が2回開かれています。その中で図案が、デザインが決まったらしいです。で、竜の柱をとりあえずの図面で発注して、後でデザインを変更して設計変更という形で、那覇市から指示を受けてデザインが決まったっていうことになってるらしいです。そのデザイン決めるとき、那覇市民って入ってますか。入ってないんですよ。デザインを決めるのっていうのは、例えば小学生中学生とかに有効、復習指導の有効でこういうの作りたいですけどっていうことでデザインを公募するっていうやり方もあったはずなんですよ。そういうことは一切なし、慌てて発注した感じなんですよ。で、慌てて発注して、竜の柱の彫刻の工事っていうのが2月28日で完了のやつがなぜか9月30日に延期になってます。延期になった理由は不明です。11月に選挙があるらしいんですね。なんかちょっと臭いんですよ。だけどこれは調べようがない。そういう状況で市民の知らないところでデザインが決定して工事が進められている、なんかおかしいですよ。で、この竜の柱を建てる工事、今彫刻をして沖縄に運んだかなどうかなっていうところみたいなんですけれども、竜の柱を建てる工事が発注されたかどうかっていうところに来ています。どうにか発注しないでほしいなと思うんですけれども、難しいですかね。でも、で
できればあの那覇市の人たちがこういうのいらないよっていうことで言ってくれればだいぶ変わると思います。でちなみにですね、若狭地区っていうところですぐ近くにあの久米っていう、地域があるんですけれども、今の中国の福建省のあたりから移り込んできた、人たちがいます。久米36世って呼ばれてる人たちがいます。でそれは700年ほど前って言われてるんですね。でその700年前って言われてるんですけど、私の先祖も実は久米36世です。久米36世の中でもいらんわって言ってる人いっぱいいるんですよ。みんながみんな中国寄りの考え持ってるってことはないです。大抵の人は何も考えてないんですよ。一部の人が作りたいって言って、一部の人はいらねえって言ってるんですよ。本当にいりません。全然観光資源になるとも思えませんし、それは外部有識者委員会検討委員会っていうのでも作ったところでそれが観光資源になるのか疑問があるっていうことを発言されてる委員もいるそうです。なんか急ぎすぎじゃないですかね。何かあるんでしょうか。とにかく若狭に留置っていうのは作らせるっていうのはどうかなと思います。皆さんちょっとそういう面で考えていただければなと思います。そろそろ暑いので草陰に帰ります。